王景気は、中華民国の外交官、政治家、学者。1940年代までの中華民国において、各国講師を務め、また外交官の中では、比較的早期から、中国国民党に属していた人物である。字は石間語、石語号は、流星。はじめは、武将方言学童法文版で学ぶ。1900年、フランスへ。 政治学を学ぶために留学した。1903年帰国し、軽貫鉄路で秘書を務める。1908年、再びフランスに留学して、パリ政治学院に入学するとともに、中フランス公使館で翻訳を務めた。1910年、パリ政治学院を卒業し、イギリスのオックスフォード大学で国際法を専攻している。 中華民国成立後の1912年に帰国し、北京政府の農林部編さんとなる。1914年に、外交部主事、憲法研究会調査員、外交部検事を歴任した。同年4月、花用訴訟会委員、同会秘書どころ秘書を兼任する。翌年6月、外交部参事となった。同年9月、キャフタで開催された、中国。 ロシアモンゴルによる参加国会議で中国側三々を務めている。1916年、北京大学法科講師も兼務した。1917年、中イタリア講師官二等秘書となる。翌年12月、フランスで開催されたパリ講和会議で中国代表団の参事を務めた。1920年1月、帰国し。 外交部は薬研究会会員と司法部、法検討論会会員を兼務している。同年、中毒通商条約締結委員を務めた。王景期別影フーズ封印、チャイナフォースエド、1921年8月、ベルギー全権行使に任せられ、後に、中国国民党中フランス総支部部長を兼務した。1923年、 国民党中央総支部執行部部長となる。同年、国際連盟に全権代表として出席し、1927年と1928年も同様に全権代表を務めた。1928年11月、国連アヘン会議全権代表となる。1929年3月、ベルギー講師としての任務を終了して帰国する。 これと合わせて、ルーバンカトリック大学より、政治学、社会学の名誉博士号を授与された。同年12月、国立労働大学校長となる。以後、河北政治委員会顧問、中華民国居読会主席、外交部条約委員会副委員長を歴任した。1932年1月、国難会議会員として招聘されている。 1936年5月、中スウェーデン県中ノルウェー全県公使に任命され、赴任する。1938年、中ポーランド全県公使に転じたが、翌年9月、ドイツのポーランド侵攻に伴い、公使館を撤収し、ベルギー、ついでフランスへ避難、対名した。1940年10月、スイスのジュネーブに移り、引き続き対名している。 1941年8月25日、投資罪人のママジュネーブで病没。去年60。ありがとうございます。